えー、皆さん、こんにちは。えー、この動画は、えー、国際交流基金トロント日本文化センターによるオンライン日本語教師研修初めてのウェブサイト作成の第5回目、えー、Google サイトの使い方です。えー、ゆっくり話しますので日本語の母語話者の方は動画の再生速度を1.5倍か2倍くらいにしてご視聴ください。また、えー、クリエイティブコモンズのライセンスにしていますので クレジットを入れてくれれば、無断でダウンロードや転載をしてくださっても構いません。今お見せしているこのスライドは、多くのリンクが貼ってあります。画面右下の、えー、この、えー、リンクですね。この URL からこのスライドにアクセスできますので、えー、スライドからリンクを開いてみてください。 それでは本日の予定をご紹介します本日は非常にシンプルで Google サイトの使い方を画面を見せながらご紹介するだけです最後に Zoom の話し合いについても簡単にご紹介いたします今日の目標は Google サイトを利用して自分の Web サイトを開設するそして開設するだけではなくて その URL を共有できるところまでそ、えー、それを今日の目標にしたいと思います。ですので、すでに他のウェブサイト作成サービスを使っている方はご覧になっていただく必要はありません。また、Google サイトをご利用になる方でも、自分で使える人は、えー、改めてこれをご覧になる必要はありません。 はい、ではまず最初に Google サイトの URL をご紹介します、はいえー、っとサイトドサイト .google.com この後スラッシュの後に new と書いてありますこれを忘れると古い方の Google サイトに入ってしまいますのでお気をつけくださいこれ以降の操作方法は新しい方法の Google サイトです、えー、ただ、えー、Google サイトは近いうちにリニューアルが あるという噂が流れていますので本日ご紹介する方法操作方法がいつまで有効なのかは今のところ分かりません、えー、先ほどの URL をブラウザのアドレスバーに入力しますとこのような画面が表示されると思います、えー、実は、えー、僕の場合はですねもういくつも Google サイトを利用していますので Google サイトを使って作ったウェブサイトがありますのでこの辺にそれらのサイトが表示されていますしかし初めて使う場合はこのようにブランクの画面が表示されるはずです新しいウェブサイトを作るにはこの右下の赤い丸の中にプラスのマークが入っているこのアイコンをクリックします そうすると、このような画面が表示されますので、まず最初にサイトの名前を入力してみましょう。えー、今変な音が聞こえていたらすみません、ノイズがちょっと入ってしまいました。はい、でこれはですね、えー、このサイトの名前は後から変えることもできますので、まだ決めてない人はテストなどと入れても全く問題ありません。 でタイトルを入れると、えー、ここにタイトルを入れたんですね。そうすると、先ほど無題のサイトと書いてあったところに、自動的にこのウェブサイトの名前の、名前が、えー、表示されます。では次にタイトル画像を、えー、変更してみましょう。この辺の、今この灰色のこのこういう画像ですね。はい、えー。このタイトル画像のどこかをクリックすると、もうこの辺でもいいです。カチッとクリックしてみると、 右下の方にですね、画像を変更と、えー、見出しのタイプというメニューが出てきます。まずは画像を変更する、えー、して、えー、アップロードを選びます。ここを下向きの三角形をクリックして、アップロードを選びます。えー、Windows の場合は、画像をダウンロードしたフォルダー、まあ、普通はダウンロードというフォルダーに入っていることが多いですが、えー、このフォルダーを開いて、 タイトル画像にしたい画像を選びます。私の場合はこれです。そしてその後、このオープンをクリックします。そうすると、このようにもうすぐにですね、えー、選択した画像が表示されます。では次にページのタイトルも入れてみましょう。ここをクリックします。えー、最初にあのページのタイトルという文字が入力されていたはずですから、デリートのキーを押して削除します。そして 自分のウェブサイトのタイトルを入れてみてください。私の場合はこんなふうに、えー、Learn Like an Adventurer というタイトルにしてみました。<laughs> えー、ちなみに今ここでですね、えー、ブラウザを最大化してみたんですが、こうすると画像の上の方が切れてしまってあまりかっこよくないです。さっきはこんなふうに人が映っていたんですが、今こんなふうに足元しか映ってないんですね、はいで。その場合は先ほどの、えー、画像の えー、ちょっと待ってくださいね。ここの画像を変更の隣にあった見出しのタイプですね。はい。えー、これをクリックして、このように、えーうん、いろいろな種類のバナーを選ぶことができます。今ここでは、えー、バナー台を選んだところですね。少し縦が長くなりました。えー、画像だけだと、 あの意味が分かりませんので、その下に、えー、来訪者向けの文章を入れてみます。えー、画面の右上にある、ああ、ちょっとこれ見えないですね、僕の方が顔が邪魔でした、はいはいえー。画面の右にある、右上にある、挿入ですね、挿入タブの中の、えー、テキストボックスをクリックします。そうすると、えー、先ほどの写真の,下,の下にですね、このような青い四角が出てきますから、 この中に文章を書きます。えー、今、文章を入れてみたところです。あまり凝った編集はできませんが、これ、太字ですよね、ボールドの太字、えー、それから、車体、イタリック、えー、これそれから、右寄せ、左寄せ、そして、連番とか、過、え、剰、ー、書きとか、えー、リンクとかですね、それがここで、えー、そういうあの文字装飾などをすることができます。この例では えー、一番下のですね、えー、僕の名前のところだけ太字にして、えー、太字にして右寄せにしてあるんですね、はいえー。もちろんですね、動画を埋め込むのもとても良い方法になります。その場合は、先ほどのこの挿入タブからですね、えー、YouTube を選びます。ここに、ちょっとはっきり見えませんが、YouTube って書いてありますね。でその次に出てくる場面で、えー、もう、 すでにアップロードしてあればアップロード済みを選びます。で、えー、もうアップロードしてあれば、ここにこういうふうにですね、えー、その動画の一覧が表示されますから、そのうち1つを選んで右、左下の選択のボタンを押します。はい、ただ、今ここでは、えー、と動画は、えー、まだ挿入していない例で、えー、話を続けたいと思います。 で、ここでですね、実際に、えー、このウェブサイトが外部からはどのように見えるのかを確認してみたいと思います。この右上のですね、目の形のアイコンをクリックすると外部からの見え方を確認することができます。はい、これが外部,からの外部からの見え方です、えー。右下の黒いツールバーがありますが、えー このツールバーの中をクリックすると、携帯やタブレットでどのように見えるかも確認することができます。現在は左側のこのマークが白くなっていますが、これはパソコンでのウェブサイト、パソコンでこのウェブサイトにアクセスしたときの見え方を表示しているという意味です。はい、えー、ちょっと文章がですね、<laughs> なんか気取っていて、今見るとすごい恥ずかしいんですけど、 え中学2年生の病気みたいなので、中二病っていう、こういうのを言いますが、えー、あと英語のミスもあ,るあったらすいません、あるかもしれませんが、そこはもちろん真似しないでいいです。はい、すいませんが、全然関係ないことを話してしまいました。えー、っとですね、はい、で、これが先ほどの、えー、今、この左側が白くなっていますが、えー、今見えているのが、携帯で見たときに、あの、どのように表示されるか。 というイメージですね、はい。次にこれ真ん中が白くなっていますが、えー、これはタブレットで見た時の見え方です、えー、っと最後にこのびっくりマークだけちょっと開業されてしまっていてかっこ悪いのでこ,れこういう時はですね文字も含めて全部あのー Google スライドで画像編集してからアップロードしてこのタイトルは文字を入れないというふうにした方がいいかもしれませんね はいえー、先ほどのです、ね、あ編集するための画面に戻るためにはこの右下のアイコンのあメニューの黒い部分の一番右にある,です、ね、一番右にある×の、えー、印をクリックすると編集用の画面に戻ることができます。えー、ではです、ね、次ににこのサイトに えー、新しい Web ページを追加してみましょう。あまたじゃあ、えー、ちょっとですね、これどうしましょう。真ん中辺に置きましょうか。はい、えー。まず右上のページというタブですね。ページというタブをクリックしてから、その下に現れる、えー、ページのマークにプラ,スプラスのマークがさらについている。そういうアイコンをクリックしてみてください。 そうすると、このような小さな画面が出てきます。これだけですね、新しく出てくるのは。で、ここに新しいページの名前を入れて、えー、完了を入れます。ここではシラバスというふうに書いてみました。そして完了を押します。そうするとですね、タイトルはもう自動的にここに挿入されています。で、次にですね、このページのコンテンツを作ります。先ほどと同じように、 この右上の挿入の、えー、タブを開いてその下にあるテキストボックスをクリックします。そうするとですね、先ほどと同じような、えー、テキストボックスがこ,こ,この写真の下に出てきますから、その下にこのページのコンテンツを書き込んでみてください。はい、ここではですね、このウェブサイトで、えー、あのー、 広報すするためののコース中中身、中身を入れていますね、えー。今回のオンライン日本語教師研修の、えー、行動中心アプローチのコースに参加された方は、えー、その時に作ったシラバスをここに入れると良いのではないかと思いますもしですね前回の行動中心アプローチの部分に参加していない人で 何らかのコースのシラバスを簡単に作りたいという人はですね、えー、僕のブログを見て、えー、もう3分ぐらいで済む作業をしてみてください。えー、あ、ちょっと見えないかな、これ。これが URL ですね。はい。でもちろんですね、自分のコースのウェブサイト以外のウェブサイト、何かあの団体の,あの行事の案内とかですね、えー、そういうあのコースのウェブサイト以外の ウェブサイトを作りたい方は、もちろん自分で、ご自分で自由なコンテンツを作っていただければ結構です。はい。では次にもう1ページですね。連絡先を入れるページを作ってみましょう。先ほどと同じように、このページタブから、このページをプラスするアイコンをクリックして、そして新しいページの 名前をこあの入れますここここではここにコンタクトと入れますすみません、ここ、CON の O を忘れてしまっていますが、えー、この後で直しました。はい、えー。こういう風に直ってますね。はい。ちゃんと O が入りました。えー、で、それでですね、先ほどと同じようにあの、この挿入のタブからテキストボックスを選びます。 でテキストボックスの中にですね、えー、自分の名前や、えー、各種のソーシャルメディアのアドレスなどを入れます。はいえー、僕の場合は、えーっと、これ自分の英語で書いてあるブログですね、それと Gmail のアドレスと Facebook のページ、それから Twitter のアカウントを今ここに入れています。はい、ちなみにですね、今文字が、えー、緑色になっていますが、これはですね、 あのこれらの文字がリンクになっているからですねで。URL などを書いて開業するとですね、自動的にリンクになりますが、例えば今、ここの下の方に表示されている、これ今 YouTube のリンクを貼っているところですけれども、僕の YouTube の,のチャンネルの URL はとても長いんですね。長くてあまりかっこよくないので、その場合は、 この YouTube というテキストを、えー、そういうテキストを表示して、だけどリンク先はこの自分の長い URL の、えー、ページというふうにすることもできます。はい、その場合はですね、えーまあ、先ほどもう一回繰り返しますが、このテキストの部分に表示させる、えー、文字を入れて、 このリンクって書いてある下の部分に URL を入れるんですね。そしてこの適用をクリックすれば、このリンクは挿入されます。えー、中にはですね、えー、こういうあのところからあの自分のメールアドレスとかを知らせないでなあの質問したい人とかもいるんですね。で、えー、そういう人たちのためにですね、 えー、簡単な Google フォームを入れることもできますで。Google フォームの作り方はここでは詳しく説明する時間はないんですけれども、挿入する方法だけ、えー、ご紹介したいと思います。はいえー、右上の、ですね、このえー、またさ,さっきテキストボックスを入れたのと同じこの挿入ですね、挿入タブ。挿入タブをクリックして、一番下から2番目にあるフォーム、これを、えー、選びます。 でそうするとですね、す、え、で、ー、にあの作成してある Google フォームがこういうふうにたくさん出てきますから、えー、その中の一つを選んでから、この右下の挿入のボタンをクリックします。そうすると、このように、えー、Google フォームが、えー、挿入されるわけですね、まあ。その他にもですね、フリーランスの先生にとって、 埋め込むと便利なものがえー、っと、この YouTube に関しましてはもうすでに申し上げましたね。はい、えー。その自己紹介のビデオとかなどが非常に便利ですし、えー、他にもですね、サンプルの授業とかですね、えー、あるいはその今皆さんがご覧になっているこの動画のようにですね、反転授業形式で 最初に動画を見てもらってから授業に来てもらうというコースも便利だと思いますカレンダーの使い方としてはレッスンの可能な時間をこのカレンダーに入れてご紹介しておくといいのではないかと思いますあとですねオンラインで教える場合はこの地図を表示する必要はほとんどないと思うんですが対面で教える場合はそのレッスンの会場になる 場所を Google マップでで表示すすると便利ですね、はいえー。次は Google ドキュメントですが、えー、これは PowerPoint のようなもので今、えーまあ、いつも皆さんにもご紹介しています今皆さんに見せている YouTube で見せているこの画面も、えー、Google スライドで作っていますね、えー、これもです、ね、予習や復習などに使うことができると思いますそれをこうしたウェブサイトご自分のコースのウェブサイトで えー、共有することができるわけですね。えー、そして最後にですね、この右上の、えー、公開のボタンを押すと、そのウェブサイトが公開されます。まあ、逆に言うと、これを押すまでは、えー、公開されていないので、えー、いろいろ実験的に何をやっても、他の人には見られませんから大丈夫です。えー、公開ボタンを押すと、次にこのような画面が表示されます。えー、ここにですね、 わ、えー、かりやすいウェブアドレスを入力してから、公開ボタンを押してください。ただですね、あまり一般的すぎるウェブアドレスだと、もうすでに他の人が利用していて使えないということがよくあります。でただの練習用にウェブサイトを作るときはですね、えー、検索設定、あのここにありますね、検索設定の、えー、一般公開の検索エンジンに 自分のサイトを表示されないようリクエストするという、ここのところにチェックを入れておくといいです。ただの練習用の場合はですね。はい、でもちろん、本当に自分で仕事で使う、えー、広報のために、広報のためのウェブサイトを作るときは、ここにはチェックを入れてはいけません。はい。えー、そして次にですね、えー、先ほどのこの公開の、えー ボタンの右にある下向きの三角形ですねはい、えー、これをクリックして公開したサイトを表示を選んでくださいそして、えー、ここが実際にあの、えー、表示されあの実際に公開されているウェブサイトがこれなんですけどその、えー、ウェブページの URL このアドレスバーに表示されていますからこの URL をコピーして それを、えー、Google クラスレムの方で皆さんにシェアしてください。はい、以上で、えー、今週の私からの、えー、コンテンツは終わりです。このビデオをご覧になった後の Zoom での話し合いはいつもと同じように前半と後半に分かれます。ただし前半は、えー、今回が最後の、まあ、公式には最後の Zoom ミーティングなのでいつ,もの話し合い,いつもの話し合いを前半にまとめます。 このいつも前半と後半でやっていたものですね、はい。そして後半はこのコース全体の振り返りを行いたいと思います。えー、今ですね、特にこ,ここに表示されてある4つのポイントについてご意見をいただければ大変ありがたいです。話し合いの後で、えー、Google フォームによるアンケートにもお答えいただければと思っております。はい。どうぞよろしくお願いいたします。それでは。えー ズームミーティングでお会いいたしましょう。はい、えー、これでレコードを止めます。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。